玉も前。鳥山石燕著、今尺画と俗百鬼おりその姿の後ろには、狐の尾が見える。玉も前。楊州近信が、東ずま中痩せり明治十九年より、玉も前は、平安時代末期に、蕎麦上皇の長期であったとされる、伝説上の人物。楊子の化身であり、正体を見破られた後、 ゲア国な須の原で摂生石になったという。玉も前の伝説の成立期は、室町時代前期以前であると考えられ、古くは、司書の、神明教、とぎ造子の、玉物草子、魔の、摂生石、科学集などに見られる。玉物草子の初本中、古い系統と考えられるものには、摂生国説話が見られず、これは後に付加されたものと考えられる。 この頃すでに玉も前の前歴として、ブチヤシオの夫人及び、州の竜王の記載の法事が挙げられているが、東土、天竺の城が、本格的に語られるのは、江戸時代の高い乱山の特本、絵本三国洋不伝や岡田玉山の特本、絵本玉も丹によってである。この際に、陰の脱期もまた玉も前と関連付けられ、玉も前は九尾の狐の化身であるとされた。 その後の文化文政期には玉も前の物語が大いに流行し、松梅市圏、佐川東田の上流林、絵本造穂玉も前、朝日田本をはじめとする多くの作品が作られた。玉も前のモデルは、蕎麦上皇に寵愛された皇后美福門院とも言われる。石棺家などの名門出身でもない彼女が皇后にまで成り上がり、自分の子や勇士を定位につけるよう画策し、 中宮の体験門院を失脚させ、ストック上皇や藤原忠だ座根、ね、藤原頼長親子と対立し方言の乱や平治の乱を引き起こし、さらには武家政権樹立のきっかけを作った史実が下敷きになっているという。絵本三国洋府伝では、最初はもう女と呼ばれたとされ、子に恵まれない夫婦の手で大切に育てられ、美しく成長した。 18歳で宮中で使え、後に、蕎麦上皇に使える女官となって、玉も前と呼ばれる。その美貌と白色から次第に、蕎麦上皇に長愛されるようになった。しかしその後、上皇は、次第に病に伏せるようになり、朝廷の意思にも原因がわからなかった。しかし御名氏安倍康成が玉も前の仕業と見抜く。安倍が信号を唱えたことで玉も前は、 変身を解かれ、キ尾ビのキツネの姿で宮中を脱走し、行方をくらました。その後、ナスので、不助死をさらうなどの行為が宮中へ伝わり、蕎麦上皇はかねてからのナスの領主、須藤ゴン定信の要請に応え、討伐軍を編成。三浦助義明、千洋助爪種、和佐助スケ、博恒を将軍に御名、恩養氏安倍康成を軍師に任命し、 軍勢をナスノへと発見した。ナスノで、すでに九尾の狐と化した玉の前を発見した、討伐軍はすぐさま攻撃を仕掛けたが、九尾の狐の、妖術などによって、多くの戦力を失い、失敗に終わった。三浦助と、和ズ助をはじめとする将兵は、犬の王狐に見立てた犬をもで汽車を訓練し、再び攻撃を開始する。 対策を十分に練ったため、討伐軍は、次第に九尾の狐を追い込んでいった。九尾の狐は、帝心の夢に、娘の姿で現れ許しを願ったが、帝心はこれを狐が弱っていると読み、最後の構成に出た。そして三浦助が放った二つの矢が、脇腹と首筋を貫き、和佐助のなぎなたが切りつけたことで、九尾の狐は、息絶えた。 その後、キュービのキツネは巨大な毒石に変化し、近づく人間や動物等の命を奪うようになった。そのため村人は後にこの毒石を、殺生石と名付けた。この殺生石は、鳥羽上皇の死後も存在し、周囲の村人たちを恐れさせた。鎮魂のためにやってきた多くの高層ですら、その毒気に次々と倒れたが、 南北朝時代、合図の元元寺を開いた、元の王将が、摂政石を破壊し、破壊された摂政石は各地へと飛散したと言われる。玉も前の経歴は中国古代王朝院にまで、遡る。院の最後の王である中の記載、脱期の正体は、年千年を経た九尾の狐であり、王の妾であった、ことぶき王という娘を食い殺し、その体を乗っ取って、 王を惑わせたとされる。王と脱旗は、七肉林にふけり、無実の人々を、放落の刑にかけるなど、暴政を敷いたが、州の部を率いる軍勢により捕らえられ、処刑された。またこの処刑の際に、脱旗の妖術によって処刑人が見せられ、首を切ることができなくなったが、太鼓帽が小魔鏡を取り出して、脱旗にかざし向けると、九尾の狐の正体を表して、 逃亡しようとした。太鼓帽が封剣を投げつけると、九尾の体は三つに、悲惨した。宇多川国吉によるブチ足王と九尾の狐しかし、その後、天竺の魔活他国の王子、ブチ、足太子の非可夫人として、再び現れ、王子へ千人の首を跳ねるようにそそのかすなど、暴虐の限りを尽くしたが、ギバという人物が夫人を、魔界の妖怪と見破り、 金宝山中で入手した、薬王樹で作った杖で婦人を撃つと、たちまち九尾の狐の正体を表し、北の空へ飛び去っていった。州の第十二代の王、竜王の記載、宝寺も九尾の狐とされる。宝寺がなかなか笑わないので、竜王は様々な手立てを使って、彼女を笑わそうとし、ある日何事もないのに王が放火をあげ、 諸公が集まったという陳時に初めて笑ったと言われ、それを機に、王は何事もないのに放火をあげ、諸公が放火を見ても出動することがなくなり、後に、宝寺により、甲の残を割れた猿甲の一族が衆を攻めた時、王は放火をあげたが諸公は集まらず、王は殺され、宝寺は捕虜にされたが、いつの間にか行方知れずとなっていた。後に、若もという十六歳ほどの少女に、 化けきびまきびの乗る、検討視線に同乗し、来日を果たしたとされる。ありがとうございます。